こんにちは、速歌塾のコブです。気になる男の141話でございますけどもどんなことでもねやっぱずっと続けていると飽きてくるもんなんですよねでなんで飽きるかっていうと飽きない工夫をしないから飽きちゃうんじゃないかなと思います同じことをするにしてもいろんな角度から見ることによってそして別の思いを込めることによって全く違う印象を得ることができるんですよねよくね女性関係に私は例えることができますけども 一人の女性で満足できない方が複数の女性と付き合って刺激をそれぞれ受けていく。まあこれは本当にね、えー、あることだと思います。うん、これは私はね別に浮気をね肯定してるわけでもありませんし逆に否定してることでもないんですよね。まあそれは勝手にすればいいと思うんですよ。で、えー、やっぱりね、他の女性に目移りすることがあるのはこれはまあ致し方がないことだと思います。じゃあどんな工夫をして一途にやっていくのか。それははっきり言って他の女性に合わなければいいんじゃないかなと思うんですよ。そしてもう一つは 一人の女性、例えば奥さんとかね、恋人がいたら、その人の自分の知らない魅力にどん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 興味を持っていくこと、そして自分とは違った価値観に対して、ここにも関心を持っていくことなんだと思うんですよ。自分と違った価値観だから、これはダメだって言うんじゃなくて、なんでそういうふうな考えに至ったのかなと、自分はそこに寄り添うことはできないから、もしくは永遠に平行線なのかなっていう角度で見ていくこととかね。あと、どんな人も日々変化しています。 どんな変化をしてそれが自分にどうした影響を与えていくのかそして自分の変化は相手にどんな影響を与えていくのかとかね必ずしも全く別の人格とか全く別の人に会わなければ刺激っていうのが受けれるわけではなくてでそれは仕事にも言えるんじゃないかなと思うんですよ自分の希望して何とか入社させてもらったその仕事いつからその仕事が退屈で野暮なものになったんでしょうか何で気に入らないところがその会社から見つかったんでしょうか でその気持ちで入社面接に行ったら果たしてあのような面接で自分のね入社動機ってのを課されたでしょうかってことなんですよ、まあ、つまり見えてきたからこそ魅力を失う見えてきたからこそ魅力を感じるこれ受け取った人の裁量になるんですよねだってその会社に今日も魅力を感じて勤め続けている人がいるわけでしょそして自分の選んだ女性選ばなかった女性様々いると思いますけどもじゃあその女性が 今後一切誰からも愛されてないのかっていうとそんなことはなくてやっぱりね人っていうのはいろんな側面がありますんでそのどこを見るかによって魅力的であったり逆に魅力が感じられなかったりとかすると思うんですよまあいろんなごたくを申し上げましたけどもすごくシンプルに言うとね私はね給料を払ってきた立場として言いますけども給料を払うと高い給料ね高い給料を払うとその時は喜ぶんですよでお礼をくれたりしますよねでも3ヶ月したらその 高い企業に慣れて自分の価値はそこで当たり前だと思ってともすれば会社の不満をまた見つけるんですよ、うん、だからね慣れるんですよね慣れない工夫をしなければ、うん、いつも新鮮であるそんな感受性を自分自身が高めていかないと飽きちゃうんですよ、まあ、そういったことを前提として今日のキーワードをいくつか抜き出してお話ししたいと思います、えー、まずはタカさんねナミさんとの打ち合わせ動画 ああこちらの方お疲れ様でございましたまたねあの赤壁の方を送っていただけるようでしたらそちらの方も見ていきたいと思いますさあ今回のキーワードですけども「本業と副業」って言葉これ皆さんの中から様々時に降りて出てくると思いますけどもそもそも「本業と副業」ってあるんですかねってことなんですよ、うん、強いて言えばね「本業と副業」ではなくて「本収入と副収入」って言い方はあるんじゃないですか主収入と副収入って言い方ね じゃあ全体の売り上げが100万だとしてね主収入60万っていうのが YouTube で成り立っていますとじゃあこっちの30万はあどっかのね肉体労働です残りの10万円は権利収入ですみたいなポートフォリオが組めた時にやっぱり絶対失いたくない主収入っていうのがあるわけなんですよだからそれが本業かどうか分かりませんよというのがね YouTube を本業とした場合 YouTube 以外でのエピソードがネタになることが大半なんですよ ですよね自分の日常とか健康問題とか恋愛とか過去のこと YouTube としては全く関係ないことがネタになってそれを書けることの YouTube にすると一つのコンテンツになるって話なんでもしかしたらね YouTube から得てる収入その100万円中の60万だとしたら実は YouTube じゃないものによって増上されたものが YouTube というフィルターを通じて結果的に YouTube からの収入になってるに過ぎないのかもしれません。 じゃあ YouTube 内で起きたことだけで全部ね、えー、動画が完結するかってそんなことないですよね。やっぱりその動画にまだ載せられてないことがどん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 動画になっていくとかね。私たちの幼い頃、例えば10歳とか20歳の頃。この頃のことって YouTube とは全くマッチしないわけですよ。なかったわけですから。でもその過去のことを YouTube にすることによってアクセスや価値が出るってこともあります。例えばね、レトロキッズって YouTube チャンネルがあるわけですよ。これは私が幼い頃、 ね、それこそ10歳にもならないようなガキンチョだった頃に駄菓子屋に行って手に入るような10円とか100円のお菓子や思っちゃっていのずーっとね、あのー、特集してるんですよでこれっていうのはよく手に入れましたねそんなもんみたいなね30年前40年前のそれこそ100円ぐらいのガムとかを開封して実際に食べてみたりねお腹壊すと思いますけどもあとはあのおまけであるプラモデルを作ってみたりとかいろいろするわけなんですよそそうするるとねそこににチャンネルに出てくる レトロキッズっていう YouTube チャンネルで出てくるおもちゃのすべてお菓子のすべてが私の思い出なんですよだから一回一回あ,あよくこんなあったなっていうふうにね思い出すんですけどもでもそもそもそれはね当時 YouTube がなかったからこそ YouTube がある現代において価値を帯びるものであってじゃあ今ね駄菓子屋っていうのは多分ほとんどないと思いますけども今駄菓子屋があったとして駄菓子屋の製品が出るたんびに 猫も借主も YouTube や TikTok や Instagram に上げていたらじゃあ30年後新しく新規でねそういったネタをアップロードすることに価値があるかっつったらこれ価値がね薄まると思うんですよねだからこそなんですよ当時記録に残せなかったものを何とか探してきてインターネット上 YouTube 上に上げるっていう行為が一つのコンテンツになるってことは実は YouTube がその根底を作っているようであって実は YouTube っていうのは単なるプラットフォーム リアルな現場で起きたことってのは全部 YouTube 抜きで起きた事態のことであって YouTube のおかげさまっていうのはどっちかっいうと脇役になると思うんですよねそうなると主収入なのか副収入なのかっていう分け方がほぼできなくなってくるということがありますし、まあ、YouTube でね過去の仕事のいろんな話をされる時もこれは YouTube で話してるだけであって実際 YouTube から離れたところの世界のことが自分の主収入になっているとも解釈できるわけなんですよ、まあ、ですんでね何が言いたいかというと 人生にオンオンフはないってことなんですよ人生ってのは始まったらオンになってそれでオンになりっぱなし寝てるときでもオンなんですよ、ね、でオフになるときってのは唯一人生が終わるときなんですよねそう考えていくと「仕事が終わったアフターファイブだ」とか言ってねオフになるっていう表現はあるにしても実際にオフじゃないはずなんですよサラリーマン時代連休が与えられてもその連休の間中仕事のことは気になると思いますし あ、これ仕事に使おうと思ったり、あとは仕事上の悩みやトラブルがプライベートの時間にふとしたことでね、解決してみたいなこともあると思うと、そうするとね、オンもオフもなくて全部が繋がっているってことなんですよ。そして、主収入も副収入もその形態を変えていきます。以前、副収入だったものが主収入になっていて、主収入だったものがもしかしたらあの脇役になっていくかもしれないですよね。となると、まあ、便宜上分類はしますし、便宜上本業副業って言い方はするけども、実際はそういうものってのは なないいんだろうなと思いますよね、うん、で唯一その仕事を分けるとすると稼げているかどうかってことに尽きるんじゃないかなと思うんですよで仕事ってのは反対側で稼ぐからやるってところがあると思います稼げなくてもこの仕事が好きだからやりますって人は相当なお金持ちになった人もしくは自分の収入に責任を持てない人なんじゃないかなと思うんですよやっぱ仕事の醍醐味っていうのは自分の成果が環境改善や報酬に反映されるってことなんですよだからシンプルに考えて 仕事を一生懸命やってるつもりなのに環境が悪い上司が悪い部下が悪い給料が悪いということは大してやってないってことと捉えることができるんですよだって仕事がバリバリできる人にはやっぱりねその仕事がバリバリできる人にお願いできるような関係しか残んなくなってきますし仕事をやりやすい環境っていうのができてくるもしくはどんな環境でも仕事ができる自分になってくるのでどちらにしても環境に対するそして人に対する不満ってなくなるんですよ仕事ができるっていうのはね で仕事ができるってのはまさに環境も収入も人間関係を円滑にするってことも込みで仕事ができるってことなんで作業ができるってことは違うんですよね、まあ、ですんでここを捉え違いしちゃうと YouTube 活動をやってるときに単なる作業にだんだんなってくるんですよだからやめちゃうってことが起きるというのが私の見解です、うん、だからね自ら好奇心を設定できるようになっていかないといけないと思いますし自ら改善を 見つけていってそれをねまんまと自分の力でこっそりと誰にも分からずに改善するぐらいの工夫の力っていうのがなければどんなところに行っても今の職場だろうと YouTube 活動だろうと何の活動だろうと自ら身を引いていくってことになるんじゃないかなと思うんですよ。まあこれをね突破力って呼ぶことがありますけどもまあ私はねやっぱり自分の人生の起きて人生自分の人生の上に起きてることっていうのはどんなことでも自分に全て責任もあるし権限があると思うんですよ。だから状況のなせる技っていう 便利な言葉があるからそれれにに流されずにねいや状況のなせる技はあるかもしれないけどもそれを上回る自分の力があるというふうにいつもねあの葛藤していきたいなと思いますね。跳ねのけて強く生きていきたいなと。<laughs> で会社に行くのが辛いって現象多分多くの方が感じると思いますけどもなんでその会社選んだのかなといつも思うんですよ。<laughs> でその会社を選んでその会社になんとかね頼み込んで入れてもらったわけじゃないですか。 別に無理やりその会社に参加したわけじゃないのに、いつの間にかね、その会社に行くのが辛くなったり、その会社を辞めたくなったりするっていうのは、選んだ自分はどうだったのかなってことですよね <laughs>。で、会社を選ぶってことは自分の力で気に入らないことがあったら解決していくってことも込みでその会社を選んでるはずなんですよ。自分の力量ならこの会社の気に入らないところを自分なりにフィットさせていくことができるんじゃないかなと思うから選ぶわけで、この会社の言いなりになりますと。 自分で何か会社を動かしたいと思いませんっていうんだったらそれはそれで不満がないわけですからね本当はどちらになっても不満がないんですよ、まあ、つまり会社に入ってそして働く中でいろんな不満が起きてくるってことはどういうことかっていうとその不満を全部受け入れる自分がいなかったもしくはその不満を改善して不満じゃなくなる状態にする自分の力がなかったいずれかなんですよねで問題に対して向き合っていなかったりとか向き合ったにしても解決する力がなければそれは不満がたまりますんであなたの服のサイズじゃないですよねその会社はってことになるんですよ だからそれは YouTube にも入れることだと思うんですよね。YouTube っていうのは人格があるわけではありませんから私たちがどのような人格を持って YouTube にあのあ向き合うかによって全ての結果が出てくるんですよ。だから歪んだ人格ならば歪んだ YouTube ができますしまっすぐなね精神を持って頼り望めば YouTube は全てに応えてくれると思うんですよ。だからまあつまり、えー、辛いを楽しいに、えー、変える工夫。 それからブラック企業ってのもありますよね、うん、ブラック企業でいろんな大変な思いする人がいますけどもじゃ本当に大変なんだたら人に怒らずいなくなるでしょって感じなんですよ。そのブラック企業でも楽しんでる人がいたりそのブラック企業にいることによってあの自分の力をつける人もいるんですよね。じゃあその人と自分の差は何なんですかと。こんな会社やめてやるって不満を言うのはいいんですけどもじゃその会社でも不満なく働いてる人がその会社に残り続けるわけでしょ じゃあどっちがどっちが黄金つかむんですかってことになりましたよ、ねまあ YouTube もねだんだんやめていく人いると思いますけどもやめれば YouTube によって収入を得る方法ってなくなるわけですようんだから YouTube をやめなくていい工夫の一つとして必ず稼ぐってことですよね YouTube をやっていて必ずお金が手に入る必ず魅力的な人とつながることができるそして嫌なことからどんどん手を離れていく、まあ、こんな工夫を YouTube を通じてできるんだったら YouTube やめなくていいって話になると思うんですよ。うん。だからある意味ね、私がね、あの、YouTube をやるときに、思考停止はダメですよってことも言うんですけども、逆に思考停止にならなくちゃダメですよとも言うんですよ。これ同じ言葉なんですけど、意味が全く違って、何も考えずに、改善もせずに、疑問も持たずに、工夫もせずにやるのが、これが悪い思考停止です。ね。で、次に、いい思考停止ってのは、本当にね、なんかね、 自分のストレスとか時間のあるないとかネタがあるない関係なく作業をずっとできることなんですよ無意識にねそうするとコンテンツはどんどん積み上がってきますでも悪い思考停止何も工夫もせずに問題が起きたらその問題に対する対抗策も思いつかないままやる考えもなくやればそれはやめたくなりますよねってことですよねいい思考停止っていうのは YouTube をやってることに何のねストレスも感じないぐらい思考が停止してるってことなんですよ で自分の思考なんで自分でコントロールできるはずなんですよね。いや、そうは言ってもなかなかってすぐ言う人はもう変われないと思います。いや、そうは言ってもなかなかじゃなくて、そうは言うからすぐ変わるわけなんですよ。自分の思考なんでね。他者の思考じゃないですから、自分の思考をコントロールするのはものすごく簡単なんですよ。でも他者の思考をコントロールするには、キャッチコピーであったり、モチベーションだったり、さまざまな人心掌握術だったり、心理学が必要になってきます。でトークスキルもいるでしょうね。 である時はお金をちらつかしたりプレゼントですよって言わないと人の気持ちって動かないじゃないですかでも人の気持ちを動かすようなそんなプレゼンができますかって言ったらほとんどの人は無理ですよねだったら自分を説得するプレゼンから始めていけばいいんじゃないかなと思うんですよ自分の出した提案で自分が納得するだったら自分はどのレベルで提案すれば納得するのかなってことは回答は困難ではないと思うんですよでも他者の納得するレベルで物事を提案するっていうのはまず他者を知らないといけないですよね 自分じゃない他者を知るって大変だと思いますよ、うん、だからそこにはさまざまなノウハウがあるけどもそのノウハウがいちいち当たるわけじゃないんでさまよい続けるってことになるんでしょうね、まあ、根底にあるのは自分を説得していないってとこじゃないかなと思うんですよ自分に合意してないっていうかね自分に対しても不満があったり自分自身を信頼してないっていうところがあればそれはね自分以外の人間にどうこう求めてもそれは無理でしょうね、うんまあ、まとめて言うとねやっぱりこう続かない人がいるんですよ だったら続ける工夫をやっったらってことなんですよでその続ける工夫に対してまたねいや続ける工夫ってそんなこと言ってもなかなかそれができないからできないんでしょうっていう人はやらないでくださいということですよねあの工夫が向かない人は全て向かないですよ <laughs> あのおトイレに入ってもねやっぱりこう洋式って便座でしょ、うん、昔みたいなね和式じゃないでしょあれは工夫のなせる技ですよね楽に用がたざますようにって感じですよ でも逆に言うとね和式の方が踏ん張りが効いていいっていうね工夫の入り方もあるわけですよ。日本でも洋式便所っていうのはあの発明されてなかったわけじゃないんですよね。でも選ばれたのは健康面とかその他のことを考えて和式になったってことなんですよ。で全く違うことを言うようですけども子守歌の話しましたよね。子守歌の話っていうのはいかに発想を豊かに考えれるかってことなんですよ。 あの子守歌が実はねものすごく悲惨な話を元にできているってことを自分なりにまとめて一つのストーリーにしてだからこそ現代ではこういう気持ちで歌おうねっていうので説得力を持たしてるわけなんですよ。で私はこの子守歌の話っていうのをね何人かの人にしましたよ。ご高齢の方にね70代児の方に。そしたらね長年歌ってきたけどもそんな意味があるんだねじゃあこれからはそういった気持ちでおんしなくちゃいけないよねっていうふうに人の気持ちを動かす。 工夫に成功すするわけなんですよもちろん私の話を聞いてもらえるような環境を作っているっていうところも大事なんですけどねでこういった体験も全てオフラインでやってることなんですよねでも今 YouTube で喋ったことによって全てのオフライン行動が YouTube のためのネタ作りになってるわけなんですよだからこれが YouTube をこうね飽きないための工夫だったりとかネタが尽きないための工夫だったりします YouTube をやってない時間が長ければ長いほど YouTube のネタが揃ってるというふうな発想ですよね、まあ、こんな形で141は 工夫の転換発想の転換というテーマでお話ししましたけれどもいかがだったでしょうかそれでは補足動画でお会いしましょう。